まだまだ今日も体験レッスンでございましたが、頑張っていると必ず誰かが見てくれています。ほんの少しの頑張りでいいんです。子供たちも誰かがきっと褒めてくれる、先生がちゃんと褒めてくれる。少しだけ頑張ると誰かが必ず見てくれております。かわいいオーガスチン変奏曲、浦飯太郎。それでは後ほどお届けいたします。